ラテンアメリカ、ラテンアメリカはアングロアメリカに対する概念でアメリカ大陸の北半球中緯度から南半球にかけて存在する独立国及び非独立地域を指す総称である。ここでのラテンという窃盗語はイベリア、ケのノという意味であり、これらの地を支配していた旧層四国がほぼスペインとポルトガルであったことに由来している。 多くの地域がスペイン語、ポルトガル語、フランス語などのラテン系言語を公用語として用いており、社会文化もそれに沿ったものであったことから名付けられた。図にあるようにラテンアメリカは北アメリカ大陸のメキシコを含み、南米大陸のガイアナスリナムを含まない。ラテンアメリカは中南米と呼称される場合もあるが、図に合う正確な表現ではない。 ラテンアメリカの名称は1856年、ヌエバグラナダ共和国、現在のコロンビアの首都ボゴタで生まれた文人によって、初めて用いられた。1836年、メキシコからテキサスが独立し、さらに1848年、米国戦争によってアメリカ合衆国に敗れ、メキシコは国土の半分を失った。1856年には、 ニカラグアの国内政治の混乱に乗じて、アメリカ人侵略者、ウィリアム・ウォーカーが、ニカラグアの大統領となるなど、アメリカ合衆国の膨張の前に、アメリカ大陸スペイン語圏の諸国は、存続の危機にさらされていた。パリに在住していたイスパのアメリカ人たちは、こうした事態に祖国が、アメリカ合衆国に吸収されるという危惧を抱き始め、アングロサクソン列強の脅威に抵抗すべく運動を、 始めた当時、彼らは自分たちの国家軍の故障として、アメリカ・エスパニョーラを用いることが多かったが、文明の中心であったフランスと一体であることを示す名称として、ラザ・ラティノ・アメリカーナ、アメリカ・ラティーナ・サホ・ナ・エンディ・ヘナといった故障が、論説などで用いられるようになり、改正度が百五十六年九月十六日、旅行先のベネツィアで書いたし、二つのアメリカに アメリカラティーナという言葉が初めて用いられた。この言葉は次第に新聞や雑誌、公文書へと浸透していき、フランス語においても1861年頃より、ラメリクラティーヌ、エル・アンリック・ウェリトンの故障が確認できるようになる。英語のラテンアメリカの名称がスペイン語、フランス語のどちらから移入されたのかは定かではないが、この新しい名称の浸透はナポレオン三世によって、 極的に行われ、次第にラテンアメリカという名称が世界に広がっていった。しかし、フランス主導によるこうした帝国主義的拡大に、スペインの知識人たちは大いに憤慨し、イスパのアメリカの名称を主張し続け、今日に至ってもスペインは公式の文書では、ラテンアメリカ名称を拒否している。今日、単にラテンアメリカと称した場合は、メキシコ以南の北米大陸、 カリブ海地域全域、南アメリカ大陸全域の3地域とその周辺の島々を指す抗議のラテンアメリカ。1960年頃までは、ラテン文化の伝統を引き継ぐ20の国に限って、ラテンアメリカと呼称されてきた。1962年以降、旧イギリス領から12、旧オランダ領から1の新しい独立国が起こり、国際連合などで、 ラテンアメリカ地域に含んだ形で言及されるようになり、ラテンアメリカの定義は曖昧さをはらむことになった。近年では、こうした新興独立国の立場を考慮し、カリブ海地域と呼称し、ラテンアメリカとカリブ海などと表現する傾向が強まっている。この場合のラテンアメリカという呼称は、ラテン的文化を保有する国と地域を指すことになる。今日のラテンアメリカ。 ラテンアメリカの定義においては、抗義のラテンアメリカと、協議のラテンアメリカとを、文脈で判断し理解することが必要となっている。日本においては、抗義のラテンアメリカを総称して、中南米と表すことが一般化している。この言葉は、ラテン性をめぐる、諸問題を回避できる点で便利な言葉ではあるが、忠実に外国語に訳した場合に、セントラルサウスアメリカとなってしまい。 メキシコやカリブ海地域が含まれないという別の問題を持っていると中川文雄は指摘している。カナダのケベック州はラテン系言語であるフランス語が第一言語であるが他のラテンアメリカ諸国と地理的、経済的に大きく離れていることもあって同地をラテンアメリカに含めることは少ない。ラテンアメリカは33の独立国及びいくつかの 非独立地域で構成される。本一覧の国名表記は、ラテンアメリカを知る時点の各国便欄に倣う。ラテンアメリカ史においての一般的な時代区分は先、コロンブス時代、植民地時代、独立国家の時代の三つに対別される。1492年にイタリアの探検家、クリストファー・コロンブスがカリブ海地域に到達した時点を起点として、 それ以前を総称したのが先、コロンブス時代で数千年にわたる長い期間を通じて、来たアメリカ大のメソアメリカ地域と南アメリカ大陸のアンデス地域を中心として様々な文化が開花していた。これらはまとめて古代文明と称されるが、3世紀から9世紀に至る最も華麗な文化が開花した時代古天気として、その前後を1古天気、五古天気と、 あるいはそれ以上に細分化することもある。1492年以降の植民地時代は、スペインとポルトガルの両国による絶対王権によって、統治された約300年間を指す。ラテンアメリカ地域の領有権の正当性は、強皇によって与えられたものであったが、これを無視したオランダ、イギリス、フランス、デンマーク、スウェーデンなどのヨーロッパ諸国は、カリブ海域の多くの島々や、 大陸の一部を占領、支配した。19世紀初頭から現在に至る期間は、独立国家の時代とされる。1929年の世界恐慌によって、加藤支配勢力の弱体化が起こり、ラテンアメリカ諸国は、新しい政治、経済秩序を模索し始めた。民主化の波に飲み込まれ、それまで無視されてきた大衆と呼ばれる人々が、 政治に大きな影響を与え始めるようになっていった。2011年11月24日、中南米各国で学生による教育のための更新が行われた。この更新は、チリ大学生連合とコロンビアの全国、学生拡大会議が呼びかけたもので、ウルグアイ、アルゼンチン、ブラジル、エルサルバドル、パラグアイなどでもデモや集会が行われた。 直後の12月2日、植民地を除く全33カ国により従前のラベーカリブ首脳会議を発展させたラテンアメリカカリブ諸国共同体が結成された。日本の海外直接投資総額の比率は1995年時点で12.6%となっている。また、日本の総貿易額における ラテンアメリカの比重は1997年時点で4.7%となっている。内容は、主として、ラテンアメリカ諸国の天然資源を輸入し、日本から製造業製品を輸出するというものが多い。文化的視点からは、アジア以外で初めて平等条約を締結したメキシコ、就航通商条約100周年であった1988年を皮切りに、 1997年のチリ、州交通商条約100周年、メキシコ移民100周年、1998年のアルゼンチン州交通商条約100周年、1999年のペルー移民100周年など、各国の記念行事が相次ぎ、それを契機に、洋人や文化人の相互訪問が活発となった。ラテンアメリカに対する政府開発援助、は、 全体の10%程度で推移し、特に国民所得の低い中米諸国や日系移民の多いブラジル、ペルー、ボリビア、パラグアイなどへの資金協力や技術協力が目立つ。また、エルサルバドル、ハイチ、ペルーなどへの政治目的を持った援助や環境問題改善や麻薬対策といった地球的問題への取り組みも近年では得てきている。国連。 世界人口年間1996によるラテンアメリカの人口推移。人類学者ミッシェル・ディ・オリアンは、ラテンアメリカの社会を文化的生活面での共通項に着目し、インディオ社会、メスティーソ社会、アフロ、アメリカ社会、ヨーロッパ的アメリカ社会、移民社会の5つの社会に分類している。これらは国あるいは地域によって独自性が、 認められつつもいくつかの点で共通した社会を形成しており、お互いに干渉し合いながら、今日の複雑なラテンアメリカ社会を構成している。ラテンアメリカの宗教構成。ラテンアメリカにおけるキリスト教諸派構成。出典、フランツダメン。ボリビア。ベルジカ。2006. 世界とラテンアメリカの宗教外観。ハラミノル。ラテンアメリカの宗教変遷。 グローバリゼーションによる40年間の宗教勢力変化東洋哲学研究所企業22-2006 59から80楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。